竹内まりやさんデビューしましてですね、もちろんそのなんだろう当時の名曲というかね昔の、名曲は知っていましたけども自分でアルバムを買い出したのはこのボナペティからで、もう毎日がスペシャル毎日がスペシャルからもうね、もう完全にハマってしまいましてですねそれ以後は買い続けて、で当時のも、まあ、全部は揃ってないですけども、なんていうんだろうアイドル時代っていうんですかねあそこのなんか時代のはほとんど知らないんですけども、まあ、ベストに入ってるものぐらいしか知らないんですけども、なんかシンガーソングライターとして、活動されてる頃からはほとんど買ってるんじゃないかなと思うんですけどもね最初確か楽曲提供されててそれを歌ってたと思うんですけどちょっと詳しくないんですが全部が全部そうじゃないのかもわかんないですけども隠し君のピーチパイとかあれ多分作曲者竹内まりやさんじゃなかった気がするんですよねちょっと、まあ、定かでないので あんまちょっとボロが出そうですけども、まあ、とにかくこのアルバムから、ずっと追っかけて、聴いておりますねもう本当になんか今日ちょっとね、散々パラ 歌い込んで、まあ、明後日がライブなんですけどもまあ、喉がね、あんまりよろしくないですけども、なんか細かい、なんだろう、歌の作業ができてないですよね、だいぶ。動画上げる音はあんまりわからないかもわからないですけど、アップされた音はそんなにいつもと変わんないなっていうふうに聞こえるかもしれませんが、僕の中では相当細かいことができてない、状態の歌唱ですね。歌っててだいぶ気持ち悪いんですけど、まあまあ、あと2日あるので、しっかりとそのあたりを、ケアしていきたいなと、しっかりとした状態で本番迎えたいなと思ってるんですけども動画の、ね、ストックがなくなってしまったのでとりあえず今日と明日の分ぐらいでも撮っておかないとなと思ってまだ頭とか髪も乾いてないんですけども、その状態で駆け込んできましただからなんだって話なんですけどね、真夜中のナイチンゲール、もう竹内まりやさんの Oh no, my love っていうこのねちょっと鼻にかかったようなスコーってこう抜ける感じのね、高音がもう素敵すぎてね腰砕けになりますけどね毎回本当に素敵な楽曲だなと思いますそしてアルバムもめちゃくちゃおすすめです、いい曲しか入ってないですということであと1曲頑張って撮りたいなと思います。